こんにちは、レベルアップさん。今回はね、私の YouTube にコメントをくださったレベルアップさんの質問に回答します。で、この方はね、 YouTube チャンネルもやってるみたいなんで、ちょっと見に行きました。動画の本数はそんなに多くないんですけども、チャンネル登録者数の方が75人なのに、再生数が数千とかね、1万近い動画があるんですよ。で、これはね、やっぱり動画の魅力なのかなと思います。ただ動画に魅力があるけども、チャンネル登録するまでにはないよっていうふうに思われているところがウィークポイントなんで、ここを改善するとチャンネル登録者数も一気にね、1万人とか増えていくと思います。だって再生が1万なんで、チャンネル登録が少なくともね、3000人ぐらいいないとバランス的にちょっとおかしいんですよ。だから75人の登録者で1万再生するのは、それはね、すごい引き付け力だと思うんですよね。あ、これちょっと見てみようかなって思わせる力があるんですよ。でも見てみた結果、まあ次は見なくてもいいかってね、失礼ながら思われてるんで、チャンネル登録がなされてないと思うんですね。ちょっと怒らないでこれで聞いてほしいんですけど、本当にそういう風に捉えた方が YouTube っていうのはウィークポイントが分かりますんで、チャンネル登録が増やすことができるんですよね。私も同じ見解で1万まで持ってきました。偶然の要素にも助けられたんですけども、やっぱりね、自分の動画を1万本待ったら、自分の動画の中ではどんなものが受けるのかってリサーチできるんですよ。これはね、本を読む必要もないし、本を読んでも他の人の結果なんで、見解なんで参考にならないんですよね。自分がたくさん行動した結果分かってくるんですよ。ですので、これからもいっぱい動画を上げて検証していただけたらと思います。期待しております。それからアムウェイについての質問に回答しますけども、ネットワークビジネスはどれも攻略法は基本的に一緒なんですけども、そうですね、アムウェイに関しましては物を介したサービスが主だと思うんですよ。歯ブラシとか歯磨き粉とか、なんか洗剤とかね、それからお鍋とか、そういった商品っていうのをいくら売るかとか、いくら自己購入するかってところがランキングとか報酬の分かれ目になると思いますけども、こういったもののネットワークビジネスっていうのは今ね、インターネットの時代になってもうね、時代遅れになってるんですよ。というのが、インターネットでネットワークビジネスの中古品もしくは新品の買い取りとか販売っていうコーナーがありまして、そこに行くと、メルカリでもいいんですけどね、例えばアムウェイの商品って半額以下で買えちゃったりするんですよ。2割とか3割とかね。そうなったら1万円の商品をネットワークに参加して買うのか、商品が欲しいだけだったら別にネットワークに参加せずにね、そういった新品がメルカリに出てるやつ、ヤフオクに出てるのを買えばいいんですよね。それ安く買えるじゃないですか。ということなんで、今ネットワークビジネスの特に物販を介してやるものっていうのは非常にね、状況悪いと思うんですよ。それこそね、インターネットのリテラシーがない方とか、スマホを持ってない方とか、スマホを持ってるけどもインターネットとかをよくわかんない方、要するにね、ちょっとお年を召された方に、そのネットワークの商品売る分にはなんとかいけると思います。その情報格差を利用して。でもこれからビジネスをやっていこうという人に、ネットワークのものの商品っていうのは非常にね、分が悪いと思うんですよね。それだったら電気とかガスとか水道とか携帯電話のような、要するに価格比較が難しいものとか、中古品として売ってないもの、これを狙う時代に入ってきたのかなと思います。私はだからね、ネットワークビジネスの時代は 2.0 から 3.0 にも移ったのかなと思うんですよ。ですので、これからは公共サービスとかね、形のないもの、保険とか、こういったもののネットワークビジネスを一生懸命やる分にはまだ勝ち方があると思います。で、その上でね、紹介をするのが得意じゃないといけないんですよ。紹介するのが得意ってことは、利用規約をもう本当に読み込んで、商品の知識がものすごくあって、営業マンにならないといけないんですよ。それこそ、そのアムウェイならアムウェイの社員ぐらい詳しくないと、代理店ビジネスはうまくいかないと思うんですよね。ですから、しっかりと Q&A 見たりとか、ホームページを読み込んだりとか、セールストークを鍛えたりっていう、普通のスキルが必要になってくると思います。その上でインターネットを使うと、拡散力で売り上げが上がりやすい、チームが作りやすいということになって、いわゆる不労所得に向かっていくと思うんですよね。今ね、今回ご質問いただいて、すみません、本当にありがたいなと思ったんですけども、レベルアップさんはね、YouTube されてますんで、まずは YouTube で信頼関係をたくさんの人と作るといいと思います。その中でトークの技術も鍛えられたりとかね、どういう順番で喋っていけばいいのかっていうことが分かってきます。もしくは学んでいったらいいと思います。どういう順番で話すかって大事なんですよ。最初は当たり障りのないこととかね、まあこれね、ちょっとお話しましょうか。速稼塾で教えてる内容なんですけども、トークの順番って You, We, I の順番で喋らないといけないんですよ。大抵の方はね、自分の言いたいことから喋っちゃうんで、そっぽ向かれるんですよ。しまいには安いですよっていう価格が出ちゃうんですよ。価格はね、聞かれるまで話す必要はないんですよね。まあ細かい話をするといっぱいあるんですけども、基本的に今日はね、一つだけお話しておきます。 You, We, I の順番で話した方がいいと思いますね。 You, We, I っていうのはどういうことかっていうと、まずは相手の関心のある内容をリサーチして、それについて話を投げていくんですよね。
でその次にその関心を引いたら、その方と自分の共通項を We 作っていくんですよ。そうすると信頼関係ができ始めるんですよ。そして信頼関係ができたなと思った瞬間に愛、自分の話したいことを話す、これがプレゼンです。そうするとうまくいくんじゃないかなと思います。特に YouTube だったらね、それでうまくいくと思いますよ。まあ、参考にしていただければ幸いです。今回はね、レベルアップさんのご質問に答えてみました。アムエどう思いますかっていうね、短いコメントだったんですけども、ここまで膨らまして喋ってみたんですが、ちょっと余計なことも話したかもしれないですね。お耳汚しでしたら大変失礼しました。それではまたご質問コメントお待ちしております。いってらっしゃい。